今井さんどこで寝たの？僕です。うん、僕あの見に来ていただければわかりますけど。バカだなあれ、あれアホだな。アホやな。これね、わざわざね、行きづらいようにさ、あのこう山本まさここに入れることによって一回ピッキリやって、一回このあの鶴橋使わないと出れないようにしたんですけど、うん、アホだな。いや失策でしたね。策し策に溺れるってこういうことや。失策でしたね、これは。アホだな。愚の骨頂ってああいうこと言うんだろうね。もう徹底したよ。徹底した結果、徹底した結果だよ、このざまだよ。じゃあ僕らは先に行っとこう。なんだこれ、うお、めっちゃ、え、なにこれ、洞窟ん新たなエリア、石切り場って書いてある。そうそうそう、じゃない、そこ来て、そこチワスチワス、うお、なんでここ。でもこの大変だな、これたくさんある石切り場もさ、僕ら4人にかかったらもうあっという間に、やばー、そうだね。本来これ1日で終わる量じゃないと思うんだよね、こんなのね。エナジーの量足りねえってなるところが僕らにかかるとこうなってしまう。ああ、もう何にもない。そこもいけるか。早いね。終わった。え、これをやったところで何、石がゲットできるだけ。いや、鉱石類じゃないかな。鉱石類とかエメラルドとかが手に入ったから、うん、たくさん手に入ったね。洞窟行けば手に入るけどね。あとね、レア商人に行ったの、行ってね、イリジウム製スプリンクラーっていうのがあるんだけど。はぁ、イリジウム製スプリンクラー。でももう作物育ててるから。5×5 ぐらいでビョーって水含む。24マス。周囲24マスに毎朝水をやってくれる。めっちゃええやん。アメリカの農業じゃん。でかアメリカの農業。半端じゃないんだけど。いくら？ 1 万。高っ。正直言うとね、僕らもう作物を育てないよ。そうなんですよ。そう、作物育てるっていうのがもう終わってしまってるんですよ、完全に。動画としてもね、そのタイミングないんですよ、もう。1年だけっていう縛り入れちゃったから。そう、まあ、僕夏の1ヶ月だな。こうして僕の夏休みは終わった。数年後、スタデューバレーに訪れた僕たちは、この町がダムの底に沈んでいるということに。やば。それはちょっと面白いわ。こんな海辺の河口で。あのスタジオバレーに名前が似てるところでスタバダニっていうのがありまして。どんな場所があるのか。スタバダニっていうところありまして、スタバダニがどういう場所かっていうのをね、うん、あの多分ウィキとか見ていただいたらわかるんですけど、うん、あのウィキでスタバダニで調べて、そこで出てくるのがね、スタバダニダム決壊事故っていうのがありまして。スタバダニ、スタッダバニ、完全にスタデューバリーと名前かぶってるけど、スタバダニ。バッドエンド。そっから撮ってんだとしたら、ここバッドエンドになる。まずあのジョジャとの立ち退きに対するあのデモ活動とかが8年目あたりに起こるんですよ。はい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 。ノーモアジョジャ、ノーモアジョジャ。ほう、そうかい、そうかい。虚しく破れ、ルイス破れ。そう、10年目にダム完成。ダムの底に沈んでいた村が姿を現しました。あ、都市伝説だ。俺その都市伝説。え、その本当だったんだ。スターデューバレーという街は本当に存在していたんだ。静から消された村、スターデューバレー。どっかのね、あの廃墟ウィキみたいなのに載ってそうだね。一時でーす。ちゃんと道はできてます。お家の中ちゃんと道できてますんでね。二人はどっか別のところで寝てるみたいな。そうだね。なかなか戻ってこないなと思った。もうこの家見切りをつけられてしまったね。うん、12時前に寝てた。あ、俺の頼み事があるんだけど、秘密を守ってくれるか。実はエミリーに石をプレゼントしたいんだ。エミリーって誰よ。おお、まあそこもそうなんだけどさ。、うん、それって渡すのはせめてお前で渡せよ。エミリーに直接渡しいの？だって俺からだって言って渡してくれないかっつってるよ。あ、マジで？エミリーに渡してくれないか。はい、これクリントからよ。クリントがあなたのこと好きだって、小学生のラブレターじゃねえんだからよ。小学生のラブレターだね、本当に。アメジスト。でもまあまあまあ、でも洞窟戻っちゃいます？
あれあいつあんなんだから見た目40でもそんなできねえんだこれ。アミシストってどこら辺に出るかな。ないな。お前ドワーフ君喋れるようになった？パパ。喋れなかった。さっき言ったけど。キズとズチチポエギバチャネヌロダ。どうしたん？どうしたんバサさん？バサさんどうした？大丈夫？頭でも打った。疲れた。なんかそういうことあった。なんか知らないんだけどさ、その甘えたくなった。あのねめっちゃ甘えたい。ごめん、俺から言っといてなんだけど、きっつ。でも、バッサンの甘えたいは、甘えたいかっこ、ボインのお姉さんにってつくから。やーす。やーすじゃねえよ。なんでやーす。一般三世みたいな声でさ。ザリガニ、カニ、ロブスター、そして壊れたメガネ。素晴らしいですね。何急に何ザリガニ、カニ、ロブスター。あのカゴの中、カゴの中にね、こう3つ並んでるんだけど、ね、ああ、なるほどね。カニ、ロブスター、当たり、壊れたメガネ、うん、みたいな。主語を言わずにね、なんか、固有名詞だけ言われたからびっくりした。びっくりした。やっぱ気が狂って疲れてんのかな。っていうのは分かったけど、なんだかね。やっぱ俺疲れてんのかもしれない。甘えた。甘えた。あの、甘えさせてくれる方、あの、ぜひこの下のツイッター、三上バッサーの方に、あの、ダイレクトメッセージを。いや、もうガチのやつやん。ガチのやつやん。僕も募集してます。バッサンの本若の方に。僕も募集してますんでね。ツイッター下の方にありますので、ぜひそちらの方からね、あの、フォローして、ダイレクトメッセージの方でね。でも、あの、三上バッサーはいいんで、あの、今井さんっていうのね。お前らな。そこの方に。梅ジャムゼロでね、あの僕フォローしなくても DM できるように設定してありますんで。あ、僕もしてます。あの、正直なこと言ってしまう、僕もしてありますので、ぜひね、そちらもよろしくお願いします。お待ちしておりますのでね、もうどうしてこんな大人になってしまったんだろうな、我々。いや、我々って言わないでよ、モテない人たちと一緒にしないでくれ。いつ何を間違った？おい、今聞いたかい、あのクソシロンとかいうやつが。バカなこと言ってたぞ。あれだぞ、お前。お前、それは、それ、梅ジャム、それギルティやわ。腹立った時に一番聞く言葉だよ。えっ、一緒にみんな不安になるから。お、あの、ごめん、俺も不安になった、今、ちょっと。あー、怖い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 。そういうこと言っちゃダメだよ。許せなかったもんでよ。でも、お前、童貞じゃないんだろ、だって。だからなんだよ。ほらな。やめろ、シュ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 。やめろ、それ俺にも刺さるから。あ、君まだ23だろ？はい、そうです。君まだ23だろ？俺は31だよ。すいませんでした。あの、すいません、本当に。君の何気ない言葉でどれだけ傷ついたと思う？フラメンコ師匠並みに傷ついてる。何気ない言葉が。今井さん太郎を傷つけた。あ、お前その遠距離やめろ、マジこのクソパピルス。そう、遠距離辛いよね。未だにやったことねえけど。いやあのあれよ、クロノコが動画上げてるから。いや、買ってはいるのにね、やってないから。バッサンそっくりや。バッサンサンズの方。めっちゃそっくりや。びっくりしたんだけど今そんなんや助けてくれ。どうした何があった？家の中いるから。じゃあ家の中入っておいで。家の中いるから。おい、何か声が聞こえないか。助けてくれ。何これ。助けてくれ。いやあ、ちょっとこれは見せられないですね。 R18 グロ画像。なんか右側だけだから左側も刺しとく？いやー、バサン大丈夫。あの、そのままどうにもならなくなったら、あの、そこにあるパピちゃんの隣に並べてあげるから大丈夫。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。お、なんか来てる。なんか来た。1年目もそろそろ終わることでしょ。これ完全にピエールが犯人でしょ。もうちの店から種を仕入れてくれれば、大豊作をお約束しますよ。あ、ごめんなさい、来年引っ越すんですよ。ようなニュースをお聞かせしたくて。一年しかやらないんです。そうそう、例の店の種なんて試してみる価値もないですよ。ピエール商店の種は最高品質ですか。何出荷場所パカパカ開いてんだけど。そうそうそう、怖い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 。
アイスフェスティバル。これは、あ、雪祭り的なこと？はい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 。氷上釣り大会だって。マーニーの家ってあの、南にあるあれだよね。今用意してんじゃねえか、じゃあなんか。あ、で、ついでにあれだ、日曜日だから見に行こうよ。うん。ちょっと恐ろしいことを、しばらく俺、鳥の世話してねえんだけど。あ。なに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 な
しばらく鳥見てねえなって思ってた。黒ぬこはイライラしてるみたいな。冬暇ですねっつってカッコつけて何もしないんだ。完全に忘れてた。今井さん、今井さん、ガチャの時間。今井さんが見ないと。そう Y ですね。いきますよ。漢字大暴殺業に羽原三田寺証券号だ。はーい。チューリップ。チューリップが2つ。パーチ、ピクルス、基本肥料、虫の肉、サクランボの苗、夏の種、詰め合わせ、木の柵、ウール、観葉植物、レアなカカシ、コーヒー豆。はーい。なんでチューリップ値段違うんだろう、これ。なんでだろうね、これ。200円と700円のチューリップあるんですか。誰か買ったな。あ、バンドル用にウールだけ買ったわ。あ、そうそう、あったよなと思って。うん、マーニーの家、なんか準備してる感じなかったね。明日でしょ。そうそう。なんか大概前日になるとなんかやってたりするじゃない、ここの村の住人暇だから。そっか。暇だから。僕らも今だいぶ暇だけどね。そうなんだよ。やばい、今日こそ何もやることがない。うん。もう寝ようかなってなったら、明日マーニーの家で雪祭り楽しみだなって。午後2時50分。クンパクのラストページずっと歌ってるんだけど暇だからってね。エンドブザンバー。そうだね、ちょっとあの雪祭りちょっと盛り上げましょう。そう、あの雪祭りだーぐらいの勢いでいかない。雪祭り作ろうケツ割れポッター以降急激にね笑い疲れて下がってきてるから僕ら疲れたもんだって、うん、ケツ割れポッターで笑いすぎたのが敗因だけど、うん、そうだってさ、ねえ、あー風呂入、ねえ、風呂は平色、うっ、うるっ、もうそれもね、アメシストあげたの、私この人とってもすごく好きなのーって言われて、え、あなたからじゃないの、あークリントから、まあ誰からでもいいよ、それにしてもすごく素敵だね、キスしてあげるね、チュッつって。クリント。いやクリントさ、クリントスタードロップサロンであげたんだけど、スタードロップサロンにクリントいるんだよね、目の前にやってる。とりあえず僕はあの次の日多分今井さんがクリントに殺される可能性があるから、俺ちょっと、殺されないように隣の部屋で寝とくね。とりあえず。ないよ。マーニーのうちで行われる氷祭りで俺、氷像の中に雪だるまから何か布が出てるな、つってバサバサってやったらさ。今井さん、なんで昨日確かにいなかったと思ったらこんな姿で誰が殺したんだ。クリントしかいないよ。氷祭り楽しみだな。氷祭り楽しみだ。マジで氷漬けにされたらどうしよう震えて眠れ。バッサンもうね、殺人ミス起こってるからバッサンでそう、頭刺されちゃってるからバッサン、なんで俺がさ、クリントの恨みを買ってバッサンが刺される。最悪だな。お前の周りの人間から殺しに行ってやる。うわーで、バッサンがとばっちり受けると怖い